逃げた魔女がいたぞ。こっちだ、捕まえろ。囲まれてしまった。逃げ切れない。来なさい。お前は どうして私を助けるの？父はあなたの処刑に深く苦しんでいます。とても悔しいけど、父はあなたを愛しているの。お願い、嫌わないであげて。姫様、お引きください。手を出すな。彼女を生かせよ。あちらにブリガン殿が倒れておる。姫様が乱心された。なんということだ。おう、わしに逆らう者がどうなるか知らぬわけではあるまい。この娘はあなたのために私を助けようと。あなたの娘である私。やめて、それは言わない。兵が聞けばお父様の立場がない。グエンドリン、自分が何をしているか分かっているのか。なぜお父様がここへ現れたか心中よく存じております。それゆえに私はこうしているのです。みんな聞くがいい。私は王命に逆らう反逆者。この娘が逃れるまではたとえ王であろうとここは通すまい。王に対し何という。一歩でも近づけばこの槍が貫くぞ。あなたの鎖をさあ行って。早く。クエンドリン、本当にご無事でよかった。先生の容体は悪いの？まだ意識が戻らずに伏せっております。時々上ごとで終焉のことを。先生。間違いないな。王大人は娘にその魔法をかけたのだな。そうよ、話して痛いわ。何をしているの？離れなさい、スカルディ。これは王女様、別に何でもございません。ミリスではありませんか。ああ、ベルベット様、暇を出されてあの王城より帰ってまいりました。あの魔法使いどうしたの？わからないわ。魔王の城から追い出されたと話すと、あの魔法使い目の色を変えて。追い出された？魔王の城で何があったのです？私がお世話していたグエンドリン様が罰を受けて国を追われてしまったのです。彼女はどこに？森の古城へ幽閉されることになりました。あの子が。許してミリス、これは私のせいよ。私を救ったがために彼女は身代わりとなってしまった。そんな。ベルベット様。いいえ、このまま手をこまねいてはいられません。ああ、ベルベット様。Yeah!
Thank you.
Yeah!
よろしいですか？受けなさい。
ちな。よろしいですか。また。Ah!
他にご注文はございます。またの。グエンドリン様をお運びいたしました。ああ、それでいい。あとはわしがやる。お前たちは先に戻れ。さあ、ここにはもうわしだけだ。出てくるのだ。気づいていたのね。無事な姿を見られて嬉しいぞ、ベルベット。その安堵が本心からなら、あなたの心をおもんばかった娘に罰を与えるはずはない。グエンドリンを気に病んだか。王が国宝を犯した者を罰さぬわけにはいかぬだろう。それでも人の親だというのか、あなたは。まさしくそやつの本性よ。おじい様。ボロクズのようなこの資料がバレンタイン王だと申したか。オーダイン、お前ほど低劣な男はおらぬが、無礼に関しては度を越しておるな。あの人を奪った子殺しの悪魔に礼儀はいるまい。悪魔はその通りだ。この手で最愛の宝を握りつぶした。かも遅く消える声が通るあの首をこの指で締めて。お母様。ついにも濡れるようにと、世がどれほどあれに愛を注いだか。わかるか、そうせずにはおられなかったこの憤りが。あの子はこの老いぼれの全てだった。皆は子殺しの王と罵り、大クローン蛇だと恐れる。京都、そうだとも。
穏やかな心などを見失った。お前が娘と共に奪ったのだ。あの人の恨みならこちらにある。未練がましくこの世にさまようその乾いた骨をオデットに叩き返してくれる。あの戦争の続きをここでやるのかね。いいだろう、思う存分にやろうぞ。のうベルベット。何？震えなくともよい。お前が昔通り従順なら地下に隠れる者たちは平和に暮らせるじゃろ。見ろ、この男がお前と世の敵だ。ベルベット、憎いはずだ。この獣にお前の鎖をかけよう。やめるのだベルベット、さもなくば。指物魔王も実の娘には本気になれぬか。ならば引導を渡してくれよ。世の宝をかすめ取った罪の清算を。やめて王子様。この後に及んで何の真似だベルベット。寄ってくるのを待っていたぞ。さあベルベットも下がるのだ。貴様、やられたふりを。どうかな、サイファーを食らって無事で済む者はおるまい。だがお前をこのまま握りつぶす力はこの腕に残しているぞ。尊いあの人の命を奪った恨みを晴らさせてもらおうか。あれは世にも尊い娘、
天が作りたもうた人の姿であれほど高貴な女があろうか。そのように愛していながらどうして手にかけた。お前への愛が全てだと言い放つなら、あれが世に誓った愛など偽りになろう。それが死に値するほどの罪だと申すか。苦しみの底に追い込んでやった。それなのにあやつはどうして世に呪いの言葉を吐きかけなんだ。どうして世に天の罰を求めなかった。見よ、死の運命を知りながらあれは世の救いを天に祈っていた。この苦しみの癒しを願っていたのだ。それはお母様の手記。怒りに目がくらんで、なんと愚かな衝動か。助けてやることもできたのに、この手この手で葬ったのだ。さあ打ちつけろ大ダイン、欠片も残さぬほどに。世が愛するアホーメを殺した。ああ、この心を引き裂かぬ限り癒しなどありはしない。その口から語る愛のなんとうつろな響きよ。行け、行って英語を苦しみ続けるがいい。どの国にも王が定めた法がある。法は何者にも犯すことができぬ、たとえ王の娘であっても。あなたもおじい様と同じ、失ってその宝の価値を知るのでしょう。あなたを愛するのが誰なのか。これ以上悪いようにはせぬ。もう心配するな。グエンドリン、私の妹、あなたがこれ以上辛い目に遭わぬよう、あなたの優しい心を向けるに値するものに出会えるよう、今は祈るしかできない。先生の具合はどうです。まだ容体が悪いのですが、医者の忠告も聞かないで書斎に閉じこもってしまって、ずっと書き物をしているようなのです。心配で。クロイツ先生、ごめんなさいね。ミリス、グエンドリンを救えませんでした。そんなに謝らないでください。ベルベット様が悪いわけではありませんわ。魔王に魔法をかけられてどうすることもできません。その古城へ行きますわ。
ミリス。私、あの方が好きなんです。きっと私にも何かできることがありますわ。いらっしゃいませ。ご注文。かしこまり。以上でよろしいでしょうか。かしこまります。以上でよろしいでしょうか。かしこまり。以上でよろしいでしょうか。ありがとう。何か。